道志村キャンプ場女児行方不明から2年を前にえ母親がポスターを張り替え山梨県山梨県道志村のキャンプ場で当時小学1年生だった小倉美咲さんが行方不明になってから2年になるのを前に母親が川口湖駅でポスターを張り替えました千葉県成田市の小倉美咲さんは小学1年生だった2019年9月21日にえ家族や友人と訪れた 道志村のキャンプ場で行方不明となりましたと9月21日で行方不明になってから2年になるのを前に母親の智子さんと祖母が富士急行線の川口湖駅や観光案内所を訪れ新しいポスターに貼り替えたりチラシを置い,た置いてもらったりしましたとポスターには髪を切る前と後の美咲さんの写真や特徴が書かれていて 母親は情報提供を呼びかけていますと、えー、小,倉さん小倉美咲さんに関する情報は大月警察署0554220110で受け付けてますということなんですけども、えー、9月、ね、21日あと10日ほどでもう2年,2年が経つということでこれは、ね、なかなか、ね、解決、ね、難しいというかある日その 突然、我が子が、ね、失う痛みだとか、ね、いなくなる痛みっていうのがいかがなほどかっていう、ね、想像できないですよね、うん、自分がその産んで育てた子がいきなり亡くなる、えー、もしくは誰かのもとで、えー、恐ろしい思いをしているのかもなんて、ね、思ったりとか、ひどいことされてるかもと、ね、考えてしまうとかなりこれね、メンタルもやられますし、それだけでも、ね、じっとしていられないっていう。 ことになっちゃいますよね本当に、ね、美咲さんはねどこに行ってしまったのかというところで、ねあのね、本当にね解決してほしいですしとにかくね生きてね戻ってほしいですよね、うん、小学1年生だったということなんですけどもねこの年ごろの2年間というのはかなり大きいもので、えー、本当にどこに行ってしまったのかというので本当になんか神隠しのような、ね、事件ですよね、うん、手がかりが一切ないということなんですが。 まあ、誘拐だったとしても、ね、計画的だったのか、まあ、これが誘拐事件だとして犯人がいるならば、今からでもまあ人目のあるところに三、ね、崎さんを、ね、解放してあげてほしいものですねということで、えー、本日のニュース、ためになったという方チャンネル登録、高評価いたします。